今日倒されてしまったようだな。私にはコンティニューというのがあるんだ。何の音だい？オッケー。私にはコンティニューというのがある。スッソースバケロー。私にはコンティニューがある。何回だって立ち上がれるんだ。ソッソッ。さあ、それオッケー、いいの入ったんじゃねえか。さあここで頑張れ。アンドレが頑張る。ぐる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 やっていく。ナイスフッキー。こいつはね、金敵を撃ってくるから気をつけなければならない。なかなかガードが固い おじさんじゃないか。カウンター。 OK。強いな。いいよ今だ。ボディフック、ナイス。さあもう負けないぞ、お前なんぞにゃ。こいつ、こいこいこい。よしよしよし、持久戦に持っていこう。そういうのもいいんじゃないか。あかん。ボディ。なかなかね、これ当てづらいんですな。オッケー、きた。うわ、あ、スカブンちゃん、スカブンちゃん。もう一発。バカロ。おほやったね。勝ったよ。トロフィーも獲得したよ。いいパンチが入りました。いやいやいや、次はね、どのような相手に当たるでしょうかね。楽しみなところではございますけれども、今回はね、お、あなたよく勝ったわね、金敵おじさんに。ああ、当たり前だ。あんなやつはね、おジャンピンなんだよ。だけどね、油断してたらまたやられるわよ。いや、俺は大丈夫だ。金敵なんかには負けない。じゃあ、あなたご褒美に、今日一緒に、晩ご飯でも食べに行ってあげよう。どうかしら。本当か？何が食べたい？2年後ね。なんだ、2年後の話か。今日の話かと思ったよ。何ですかこれ、何ですかこれ、誰ですか。やったね、簡単に勝ったぜ。ピクルルルル。何が？何がゲームオーバー？え、どういうこと、どういうこと？何何何何？ヒント、なんだからかんちゃからなんちゃから、英語が読めないのでもう一回とりあえずやってみよう。なんだろう、なんでだろう。何分以内にとか何秒以内にとか、そういうこと？でもタコ殴りにするしかないじゃない。そういうことじゃなくて、え、どうやったらいいんだろう。あ、やばいやばいやばい、あかーん。ちょっと待って、どうやったらよかったんだろう。さっき勝ったんだけどな。勝ってゲームオーバーになるということは何だろう。どうしたらいいんだろう。立ち上がる。あれかな、ボディで勝つとかそういうやつ。ボディでダウンを奪えとかそういうこと。やった、これでもダメなんでしょ。でも、ちょっと待って、どうやって勝つんだろう。ブルルルルル。これでゲームオーバーなんでしょ。
ちょっと待ってよ、このヒントってやつのね、なんとか読みたいんだが、英語は全くわかりませんね。これは困ったもんですね。なんて書いてるんだろう、ヒント、なんだからわかんちゃうから、なんだから、ちょっと待って、本当に、あ、ボディ with body punches って書いてますね。なるほど、違うかな違うかな、ちょっと、ボ多分ボディ with body punches みたいなこと書いてたから、ボディでダウンを奪え的なことなんじゃなかろうかと思っております。スッ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 、ほらこういうことでしょ、こういうことでしょ、これでいいんじゃないの、ほらどう、 with body punches って書いてたからさ、どうでしょうか。立ち上がるパティン、ボディ打っときゃいいでしょ、ほらこれで多分いいんじゃない。こういう時英語がわからんのは厳しいですね。これね、これ困りましたけどね、多分これでいいとは思うんだが、どないでっか、立つなよ立つなよ、オッケー、やった、やっぱりボディだったね、やったね、危ない危ない、まあ何はともあれ次のステージに行くぞ。いや最近ね寒くなってきましたけども、皆さん風邪などひいておりませんでしょうか。私は元気にやっておりますね。風邪に気をつけてください。おい、この間の話だが、何、2年後にご飯に行くって言ったでしょ。今日は無理よアンドレ、分かってるの、あ、分かってるさ、本当に、じゃあ2年間待ってね。How's your father feel about that?あ、仕方ない、ちょっと待って、これなんだ、もうグダグダになってきたぞ、難しいぞこれ、何の話してるんだろうな。おい、アンドレ元気にしておったか元気だよ、おっさんも元気そうじゃないか いいですね、この名トレーナー的なおっちゃんとの再会、これでまた強くなっていくんじゃないでしょうか、なんて。いいね、練習してますね。ちょっと個人的には本当にヒゲを剃ってほしいんだが。いいですね、こうやってねどんどん強くなっていくわけだ。おっと、ここで試合じゃないか。Ladies and gentlemen、 今日はアンドレ・ビショップの試合です。赤コーナー、はい、どうも、赤コーナーのアンドレ・ビショップです。それが目標、いいね、なんだってんだいこの目つき、なんだこの目つきは、どんだけ悪い人だめちゃくちゃ悪そうな人ですね。こんなね藤井隆さんみたいな人にはね、パンチを食らわしてパンチパンチって頑張ってきて、さあ行くぞ。そういう締めない、そういう締めない、ちょっと待って、これ解除の仕方忘れちゃった、本当どうしよう、いた、よし、 OK OK、 めっちゃくちゃ入ってる、めっちゃくちゃ入ってる、ビッ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 、ちょっと疲れた、ちょっと疲れた、ちょっとだけ休憩します、ちょっとだけ、バカロバカロ、よっしゃ、ボディ、この人ボディ弱そうだな、気のせいかな、オッケー入ったでしょ、オッケー、箱殴りだ、スッ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 、あ、やばいやばい、疲れた、の皆さんの左下のゲージにご覧くださいね。左下のゲージがですね、少なくなりますと、残念ながらビショップさんがね動けなくなっちゃう。ここでボディ
何ガード硬いな。分かる、そういう締めない、そういう締めないんだけど、本当にこれどうやって解除するんだっけ、どうやって解除するんだっけ。カウンター、どないでっか、どないでっか、痛い痛い。この間ね、上げた時と、なんだろう、同じ日に収録、ため撮りしてますんで、ひょっとしたら何か、アドバイス的なことをコメントでいただいてるかもしれませんけれども、それが反映できておりません、ご了承ください。さあ、頑張っていきたい。なかなか打たれ強いね、この藤井隆さんみたいな顔したおじさん。メキシコ人かな？メキシコの藤井さんですよ。オッケー、ナイス、オッケー、来た、シー、うるるる、1 2 3 4 5、え、あ、立ち上がったのね、立ち上がったの。なかなかいい調子じゃ、そのままで頑張ればお前は必ず勝てる。分かった、頑張っていくよ。疲れたね。プリケツのチャンネル入ります。これをね、カットするするでないということをね言われましたんで、カットしませんこの藤井隆さんはいいよよしよし、いきます、スッ、オッケー、めちゃくちゃいいの入ったでしょ。こんなね、逆境に負けないアンドレさんのね、このこの、おっしゃー、ヘイドリアー、ヘイドリアー、なんだこの声は、どっからこの声は出ているんだ。なんか3 4 5 6 7 8 9、エイドリアン、無事勝利を収めることができました。オッケーオッケー、よくやったアンドレ、さすがはアンドレ、お前はやっぱり強い男だ、なんつって言っておりますが、12分ということで、そろそろ切ろうかな。それではまた次回になりますかね。ちょっと、ロードが終わったら、ふう、なんとか操作を少しずつ思い出しつつありますけれども、というわけでですね、またこれ、お久しぶりです。どうも、誰ですか、誰ですかこれ。なんか強そうな、人が映っておりますね。私のね、趣味は、休みの日、春巻きを自分で作ることなんですけれども、この間スーパーに行ったらですね、春巻きの皮が、売ってなかったですね。これに憤慨しましてですね、私、スーパーのおばちゃんにバカ野郎っつって、春巻きの皮どこにあるんだっつってね、これはアンドレ・ビショップさんですけども、春巻きとの話は全く関係ありません。それではまたお会いしましょう。まだね、ちょっと私に尺があるみたいなんでね、話しますけどね、春巻きというのはですね、これ揚げ加減、え、はい、え、はい、まあいいか、まあまあ、まあ、はい、それではまたお会いしましょう、さようなら。よし、ここで止めます。はい、またお会いしましょう、さようなら。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また見てやってもいいぜという方は動画の評価やチャンネル登録をお願いします。それではまたお会いしましょう。